はい、M チャンネルの M です。今回はですね、グルメネタとなるんですけども、こちらがですね、横浜駅西口にあります相鉄ムービルという、映画館いやレストランが入っている商業施設になるんですけども、こちらの中に入ってます日の屋カレーさんにお邪魔したいと思います。早速ムービルの中に入っていくわけですけども、こちらがですね、2階から3階にかけて一応映画館になってまして、1階部分がこのようにモスバーガーですとか、その他松屋などが、レストランが多数入ってます。で、今回お邪魔するのがこちらの日の屋カレーさんです。ちょうど松屋さんの対面にあるんですけども、こちらが日の屋カレーさんになります。入って入り口左側にあるので場所自体はすぐお分かりになっていただけると思うんですけども、カレー屋っていうのはね、いろいろライバル店っていうのも結構ありますけども、この日の屋カレーさんは私自身は初めての初来店となります。こちらがですね、メニューになります。カツカレー、メンチカレー、唐揚げカレーと様々なメニューがご用意されてます。神田カレーグランプリ優勝店となっているようです。またこのようにですね、テイクアウトもできますので、お店で食べるかテイクアウトするかどちらかをチョイスできます。早速入店してみましょう。はい、今回注文したのはですね、メンチカツ、メンチカレーになるんですけども、こちらのですね、特徴というのが始まり甘く後より辛い、多分他のライバル店さんにはないような味付けとなってます。はい、カレーライスのお供はこちらの福神漬けですね。こちらも福神漬けを入れさせていただいて食べるわけですけども、カレーライスといえばね、このお供が福神漬けになるので、カレーのルーとこの福神漬けがベストなマッチングをするわけですよね。カレーのルーとですね、この福神漬けの味付けも店舗によって全然違いますので、はい、こちらがですね、メンチカレーになります。では早速いただいてみましょう。まずね、マスクを外して食べるわけですけども、結構ですね、来店客様も入れ替わり立ち替わりで入ってくるので、結構人気のお店となっているようです。はい、早速ですね、スプーンを取り出しまして食べてみるわけですけども、はい、いただきます。まずはですね、このメンチをいただいてみましょう。はい、このようになってます。ちょっと分かりづらいとは思うんですけども、こちらがですね、ジューシーとなってまして、カレーのルーの、甘さですね、本当に先ほど申した通り始まりが甘くという具体文句が書かれてますので、結構ですね、特徴的というカレーになりますね。それとこのメンチのジューシーな肉汁っていうんですかね、それが相まって結構独特な味付けかと思います。こちらね、ライバル店さんには本当にないような味付けとなってますんで、こちらはこちらですごくこのようにですね、メンチを絡めながら食べるというより一層味付けっていうのが変わってきますよね。この辺はですね、トッピングによって結構変わると思いますけども、結構ね、私的には満足のできる味付けとなってます。その後はですね、このようにパクパクとお米とライスを絡めながら食べるわけですけども、確かにですね、後からこう辛さっていうのが増してくるので、これは多分縦には本当にない味付けかと思います。次回はですね、
トッピングをメンチ以外にして食べてみたいなと思ってます。まあ、カツカレーとかでもね、結構美味しいかと思いますんで、それは次回チャレンジするとしてみます。まあ、カレーもね、私の大好物ですので、まあ、今後ね、カレー屋さんを見つけてみては、このように動画を収録してみたいと思いますので、今後の動画もご期待くださいませ。あとはですね、本当食べる図だけになってますけども、皆さんも機会があればぜひぜひ日の屋カレーさん行ってみてください。まあ、東京都内、神奈川、埼玉、千葉、茨城と、まあ、群馬県多数ねお店の方ありますので行ってみてください。はい、おかげさまで完食いたしました。ごちそうさまでした。まあ、横浜であればですね、館内にもありますし日吉にもありますので、まあ、ぜひね、もしよろしければ皆さんもぜひこの日の屋カレーさんに行ってみてはいかがでしょうか。はい、こちらがですね今回の評価となってます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。